皆さんこんにちは。本日は股関節の機能を劇的に上げて走力を飛躍的に向上させる方法を紹介していきたいと思います。ランナーにとってこの股関節の機能を上げていくっていうのは本当に大切。この股関節の機能、動きで全てが決まると言っても過言ではありません。なので今回はこの股関節の機能の大切さ、これをこの子と一緒に十分解説した後に股関節の動きを高める方法、これを紹介していきたいと思います。とにかく大切でめちゃめちゃ効果的な内容です。ぜひ一緒にね、学んでいきましょう。まず、股関節の動き。これは全部で6通りあります。この6通りの動き、すべてがランニングにかかっています。少しだけ専門的な話ですが、めちゃくちゃ簡単だから安心してください。まず、この前後の動き。これを屈曲伸展と言います。名前別に覚えなくて OK です。言わずもがな、蹴り出すこの動き。そして、蹴り出した後に前に戻してくる動き。股関節のこの動きがメインになりますよね。つまり前に進むためのメインの動作というのがこの股関節の屈曲伸展、この動作になるわけなんです。次に左右の動き、これを外転内転と言います。一見別にこれランニングに関係なくないと思うかもしれませんが、この動作があるおかげで僕たちはまっすぐ立つことができているんです。仮にね、片足でこのように立っている時に外に開く動作、これができないと外に開くことができないので、体は上半身ごと外側に倒れてしまいます。内側も同じ原理です。つまりこの外に開く力と内側に閉じる力、この力がバランスをとっているおかげで僕たちはまっすぐ立てているんですね。つまりどういうことかというと、着地の時の安定感、ぐらつかない安定感につながってきます。この外内の力をうまく使えていればいるほどバランスの良い走り、つまりブレない走りにつながることができるんです。そして最後はねじる動き。ちょっとこのねじる動きはね、この骨骨くんじゃやりにくいので、実際僕が立って説明します。ありがとうございました。このねじる動き、こんな動きだったりとか、あとはこういった動きにつながりますね。これを内旋や外旋、回旋動作というんですが、これはスピードを高めていく上でめちゃくちゃ重要な動き。ちなみにこの回旋動作を出さずに足を振るとこんな感じ。そしてこの回旋動作を入れて足を振ると、ここまで足が振ることができます。いかにこの回旋動作を入れた方が大きくてダイナミックな動きにつながるかわかりますよね。つまりこの回旋動作が入るおかげでストライドが自然と伸びて、自然とスピードが高まっていく、そういった動きにつながっていくわけです。実はこの動きの説明、別の動画で一度解説してるんですけども、その後にお会いした人から股関節にそんな動作があるなんて知らなかった、そう言われたんですね。そう、この回旋動作って実はあんまり知られていないんです。でもこの動き高めていくことによってランニングのパフォーマンス間違いなく向上していくんですよ。僕のクライアント様でもこの回旋動作をお教えして、このトレーニングをした後に走っていただいたら、全然走る動きやパフォーマンスが違った、そういった意見すぐに出たんですね。それだけこの回旋動作というのは重要な動きなんです。この前後左右ねじる動作、全てランニングの動きに関わってきますので、これを高めてあげるとランニングのパフォーマンス間違いなく向上していきます。では股関節の動きの重要性、十分に理解できたと思いますので、ここからは動きのパフォーマンスを上げていくワークスタートしていきたいと思います。はい、それでは始めていきましょう。では皆様の股関節の動きを高めていくワーク、これを行っていきましょう。間違いなくこれをやると皆様の股関節めちゃくちゃ動き良くなりますので、ぜひ一緒にね、やっていきましょう。まずはね、でも足を前後に開いていただいて、これ膝立ちですね。そしてつま先を立てましょう。膝が痛かったら何かタオルかクッションを引きます。で、このままかかととお尻を近づけながら上半身を前に倒していきます。そうすると前に出している裏ももの筋肉、股関節を折り曲げることによって裏ももの筋肉がストレッチされていきます。これを50秒行いましょう。ポイントはさっき言った股関節を折り曲げる筋肉ですね。ここの筋肉を伸ばしていきます。そうすると裏もも周りの張りがバシバシ取れていきます。ストレッチ中は呼吸を止めずにしっかりと息を吸って吐いてを繰り返していきます。そうです。ちょっとね、つま先が外に広がりやすいなとか、つま先が内側向きやすいなという方はまっすぐ上を向けるようにしてください。ちょっとね、この支えている指、これがしんどければもちろんこうやって正座みたいな感じをとっても OK です。あと5秒。はい、OK。では反対いきましょう。膝をついて、膝の周りに、ね、しんどかったらクッションか何かタオルか何か引いてくださいね。足を前後に開きます。でもちろんつま先つかない。これも OK です。このお尻を引いて足の付け根から折り曲げます。ここから50秒です。で首がぐーっとうなだれてしまうとちょっとね首がしんどくなりますので、ちょっと目線を高くして胸をしっかり張るともっともっとストレッチの効果って上がっていきます。これ大事なのは股関節の動きをイメージしながら、今だったらここを折り曲げる、この股関節を屈曲ってね前に折り曲げる動きを意識しながら行うと、ここの裏ももの筋肉さらにストレッチかかります。これね、さっき説明したこの前に持ち上げる動作なので屈曲という動作を高めていきます。裏ももがねバシバシ伸びていれば OK です。 OK では足を前後に開きましょう。そして前の足はすねを前に向けて、で後ろの足は遠くに投げ出します。このまま前に倒れていきましょう。これもね屈曲動作を高める、あとは膝を倒してますので回旋動作も関係してきてます。これを50秒、お尻がバシバシ伸びていれば OK です。もちろん手のひらついてもいいですし、こうやって肘をついても OK、 どちらでも OK ですよ。はあ、よいしょ、これぐらいがいいかな。お尻が伸びていれば大成功。もちろんお尻の外側とかちょっと下ぐらいね伸びる方もいらっしゃいます。このすねをまっすぐ向けることがポイントですね。あともう少し。はい、OK です。ではこの足をしっかり曲げます。しっかり次はね曲げていきましょう。そしてつま先を立てて、後ろのつま先ね見えるかな、つま先立てて、ここからこの後ろのつま先をで立てて膝を伸ばす。そうすると後ろに引いているここの足の付け根が伸びます。これ股関節の伸展、蹴り出す時にすごく使う筋肉です。手で押して膝を伸ばすと足の付け根の筋肉、ここがバシバシ伸びていきます。うわで首とか腰グッと入れるとね逆に反り腰で腰痛くなったりしますので、ちょっとそこは注意しましょう。ふう、おー伸びる。これはかなりいきますね。めちゃくちゃいい感じでストレッチかかってます。で手がだらーんとなるよりかは手でしっかりと押し上げる方がストレッチかかります。あと少し。はい、 OK です。あー、今ね最初はこのお尻、そして後半は引いてる足の前ですね、こう伸ばしました。では次は足を入れ替えて同じ動きを行いましょう。このまま膝の角度をつけてゆっくりと前に倒していきます。このまま50秒。苦手な方ありますよね。僕右が苦手なんですけども、苦手な方は特に入念にね行ってあげるようにしてください。あとストレッチ中は呼吸を止めずにしっかりと大きく息を吸い込んで息を吐きます。体ストレッチ、呼吸止まっちゃいますからね、呼吸止めないように意識してくださいね。意識してね呼吸するのめっちゃ大事ですからね。苦手な方こそねちょっと追い込み気味でやってあげるとかすごくいいですね。あくまでも気持ちいいところ、気持ちいいっていうのを大前提でストレッチを行う、これめっちゃ大事です。はい、 OK です。では覚えてます？この足を曲げて後ろのつま先を立てます。そしてつま先でしっかり踏ん張った状態、この状態から膝を伸ばしましょう。これでキープ。もちろん膝ついたままでも OK です。膝ついたままでも OK ですけども、できそうな方は膝を伸ばす。これ伸展動作ですね。結構伸びますね。苦手だなっていう方は結構こっちのお尻も伸びたりしますね。僕は前のお尻と今引いてる足の付け根、ここ伸びてます。さあ呼吸を止めずにしっかり息吸って吐きましょう。結構ね、強烈にストレッチかかってる方はこれストレッチなのっていうぐらいきついかもしれません。ストレッチって真面目にやると結構きついんですよね。あと少しです。はい、OK です。これでね、股関節周りかなりほぐれました。次は少し動きをつけてほぐしていきましょう。では両膝、縦膝ですね。このポジションから膝を外内というふうに倒します。これをね50秒繰り返します。左右に倒す倒す。この時にお尻が浮いてしまわないように。これ何してるかというと、さっき説明した回旋動作ですね。股関節の回旋を使いながら、動かしながらストレッチをしています。そして徐々に動かす範囲を広げていくイメージ。どん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 大きく動かしていくイメージで股関節を使ってみてください。そうすると股関節をこの回旋の動き、さっき言ったね、なかなかやらない動きっていうのを動きの教育、体に教えてあげてます。教えてあげてください。股関節のこの回旋動作ね。はい、 OK です。ではもう少し股関節の回旋動作を高めてやっていきましょう。動的ストレッチ、動かしながら行います。肘でも手でもどっちでも OK です。楽な方にしてください。膝をついていただいて、このまま片膝ついて、この膝の上に体重乗せてお尻を倒して、で元に戻る。これも回旋動作です。これも50秒やっていきましょう。股関節をぐりぐり回旋しながら、回旋に使う筋肉を伸ばして縮めてって繰り返してます。この動き高めてあげると自然と回旋動作を使えるようになります。自然と使えるようになります。ランニング中に意識して回旋をするんじゃなくて、普段からこの回旋動作っていうのを意識してやっていただければ、ランニング中に自然と出ると思ってください。ふうふうふう。ああ、結構気持ちいいですね。あともう少し。さあ頑張って。はい、OK です。では足を入れ替えて、これが最後です。頑張っていきましょう。もちろんこれ肘ついてやっていただいても OK です。ではここからスタート。なんか動きにくいなっていう方はね、回旋動作が出にくい方なので、そっちの動きを逆に積極的にやった方がいいですね。動きが出ない方はちょっと積極的にこの回旋をやってあげましょう。やってると汗出てきます。ああ、よいしょ。はあ、このお尻周りの筋肉がね、縮んだり伸びたりしてる感覚あれば OK です。さあこれね、めちゃくちゃ気持ちいい。僕大好きなんですよ、この動き。こういうね、回旋動作の動きを理解しながら行って、それをねイメージしてやるだけ、イメージして普段から動くだけでランニングのパフォーマンスすごく変わります。さあもうちょっと。はい、 OK です。お疲れ様でした。はい、 OK。 これがね、股関節の動きを劇的に高めるストレッチシリーズですね。ストレッチみたいな、ストレッチもありましたし、ストレッチみたいなトレーニングみたいなこともありましたよね。定期的にね、このトレーニングというかストレッチをやっていただくことによって、股関節の機能自然と上がっていきます。そして股関節の機能が自然と上がっていくと、ランニングの時に使う股関節の動き、これもね劇的に向上していきますので、まずはねちょっと股関節もっと使えるようになりたいなっていう方は、股関節の普段の動きを日常的に高めてあげる。そのためにストレッチを積極的に行うようにしましょう。そうすればね、気がつけばストライドが1センチ、5センチ、10センチと伸びていきますので、ぜひぜひね続けてやっていただければと思います。はい、本日の質問はですね、高山さん、ストレッチって何秒ぐらいやるのがベストなんですか？あとどれぐらいやったら変わってきますか？という質問ですね。ありがとうございます。そうですね、今日にぴったりの質問かなと思います。ストレッチね、いろんな意見があるんですけども、最低でもろん30秒以上やろうっていうのは当たり前ですね。ただ僕は個人的には1分以上ちゃんと伸ばしたい部位とかリラックスしたいのであれば1分ぐらいはやってほしいかなと思います。あと普段固まっている部位、自分が苦手というか苦手なストレッチだったりとか苦手な部位ありますよね。それはねもう1分とか1分半とかしっかりと入念にやってあげるのがいいと思います。やっぱ苦手なところなんで固まりやすいし、そこが使えていない可能性がありますので、それをねストレッチでしっかりとほぐしてあげる。なのでね長い時間やってあげるというのはすごく大事なんじゃないかなと思います。本題からですね、もう一つがですね、どれぐらいやったら変わるのかという質問なんですけども、これはね個人的にはもういろいろあるんですけども、1回で変わると思います。1回ねじっくり伸ばしたら柔軟性も普通に上がりますし、あとは今日やった股関節周りのストレッチなんかは膝周りとか足首周りの痛みの予防にもなるんですね。実際に走って膝が痛かったっていう方はこのストレッチやってめちゃくちゃ改善されたっていう、僕の実際のクライアントさんもいらっしゃるんですね。なんですけれども、これやったらすぐに改善はしますけども、これ続けてやらないと効果出ないんですよね。ランニングでも何でもそうですよね。続けてやって初めて体に定着をして、そしてそれでどんどん改善されていくっていう形なので、一瞬やって即効性はあるんですけども、やめてしまうとすぐにできなくなってしまうっていうことですね。なので答えとしては、1回でも効果あるんですけども、継続的に効果を出していくにはちゃんと毎日習慣にしてあげるっていうのが大事ですね。なので習慣にできそうな範囲でやってあげるのがいいんじゃないかなと思います。本当は毎日10分とか20分やりたいけども、それだとちょっと面倒くさくなっちゃうから、1日おきに10分ずつやるとかでもいいですし、それでは習慣づけられそうだったらそれでやってみるのが一番いいんじゃないかなと思います。いつも高評価コメント本当にありがとうございます。皆様の高評価コメント、動画を作る励みになっております。今日の動画も参考になるところあったなと思ったら、ぜひとも高評価ボタンよろしくお願いします。そしてコメントにて質問疑問を受け付けておりますので、何か気になることあるなと思ったらぜひともコメント欄によろしくお願いいたします。本日は以上です。最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではランニングに関する情報や走り方、そういった情報を配信しております。今日の動画参考になったけどまだチャンネル登録をしていない方、これを機会にポチッとよろしくお願いします。Twitter、SNS で高山マラソンシェアしていただければ本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。